キュスティーヌは、フランス北東部、グランテスト地域圏、ムルトイコールエイコールモゼル圏に属するコミューンの一つである。ムルト川とモゼル川の合流地点。キュスティーヌは、通称、地獄の口と呼ばれる、ムルト川がモゼル川へと合流する地点に位置する。なお、モゼル川へと合流した水は、ドイツに入るとライン川へと合流し、最終的に北海へと注ぐ。つまり、この町は、 大陸分水嶺の北海側に位置している。キュスティーヌの古い名前は、コンダといい、ケルト語の語源から来ていることから、明らかなように、昔ケルト人たちが、コミューンの地に定住していた。後のガロローマ時代のビラは、メロビング朝時代のネクロポリスと同様に、この地に非常に古くから、定住地があったことを示す。教区のシュザタる母教会は、何、世紀にもわたる、 この地の年表が確認できるし、一定してこの場所を占めていたことがわかる。モゼルカワウガン川河岸側の小さな支流であるモシェール川が合流する地点にある。この村はメッシ教座の領地における声園の中心地、ソルノワ地方へ谷を通じて往来できる古い道路の出発点であった。1253年に最初の城が建設されたが、すぐにバルハクの手に渡った。 1420年、ロレーヌ公領とバル公領の統合が、城の現代化のきっかけになった。ナンシーの戦いの後の1477年、この城には頻繁に宮廷が置かれた。初代ギーズ公、クロード・ド・ロレーヌはこの城で誕生している。一方で、コンデの町は大えず発展していった。対フランス戦争に伴い、1635年に、城は解体され、 20世紀初頭まで採石場として役立てられていた。コンデ・シュルモゼルはナンシー総督であるキュスティーヌ・ハに属していた。ロレーヌ公レオポール一世はキュスティーヌ・ハにちなみ、キュスティーヌと改めた。フランス革命後、町はポール・シュルモゼルと改名させられた。1800年前後、かつてのキュスティーヌの名に戻った。町の経済は19世紀の産業ブームでかなり、 回復したが、鉄鋼の町に転換した、フルアールやポンペとは異なり、キュスティーヌは農村の側面を保持し続けた。キュスティーヌはスムーズに第一次世界大戦を迎えたが、1944年には、モゼル川に架かる橋が爆撃され、村の一部が橋に加えて破壊され、画家、ルイ・ギニョの自宅と彼の名を冠した学校の一帯が破壊された。 1970年代に起きた最初の鉄鋼危機に伴い、ポンペ工業団地は事実上軽工業に転換され、町は発展を続けていった。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、 イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。